はいどうも、岸田模型です。今回はモーターを使わなくてもプロペラをお手軽に回す方法をご紹介しようと思います。で、今回ちょっと制作したのがこちらですね。97式大手になります。これが144分の1の、モノクロームのキットですね。まあだいぶもう売ってないのかな、もうだいぶ前に出たやつなんですけど、これなんとなく作ったんですけど、これをですね、なんか今から離水するような格好で、まあ、これから海面のベースとかも作ろうと思うんですが、やっぱりプロペラ回ってた方がいいよねということで回るようにしました。まあ、モーターとか仕込むのが一番かっこいいんでしょうけど、今回はお手軽に、私はこれをパッシブ式と呼んでるんですが、はい、まあどんな感じになるかちょっとご覧いただきましょう。ではプロペラを回転させてみます。はい、こんな感じでプロペラ回ってますね。で、これはまあ音でなんとなくわかるかもしれないですけど、サーキュレーターをの風で回っております。こんな感じですね。はい、で、これですね、この受け側に真鍮パイプを仕込んで差し込んであるだけなんですよ。こんな感じですね。で、真鍮パイプを仕込んであるんで、まあ、このプロペラがちょっと息吹きかけたくらいでも回りますですね。はい、こんな感じで軽く風を当ててやると回るという感じになってます。制作途中の動画も撮ってますんで、ちょっとご覧ください。で、キットの通りだとこのように差し込むだけっていう感じになってるんですよね。で、このままではやっぱり回転しません。なのでこのエンジン側にこの真鍮パイプを取り付けてやってみます。このように息を吹きかけただけでもプロペラ回転します。で、プロペラのパーツの軸の部分ですね、この径が 1.2mm で、この真鍮パイプの内径が約 1.5mm ということで、ちょうどいいくらいのサイズでした。で、プロペラのパーツの軸の長さもそれなりにあったんで、今回はこのまま使います。で、場合によってはプロペラの方の軸もですね、真鍮線に取り替えたりということもします。キットによってはプロペラ側がメスになっている場合もあると思うんですが、ある程度ですね、シャフトを長くないとうまく保持できないので、エンジン側に受けの部分があった方が、まあ、長さ稼げるので、そういう場合はこうオスメス変換してやった方がいいかなと思います。以上ですね、パッシブ式のプロペラ製作法でしたけど、非常に簡単です。ちょっとですね、あのパイプの径の設定とか、あと今回はやってないんですけど、その軸をですね、真鍮線に取り替える場合は中心出ししないといけないので、そういうのがちょっと難しかったりするんですけど、まあ多少ですね、中心がずれてても、これもね、ちょっとパイプの径が大きすぎたかなっていう感じがして、結構回転中ブレてるんですけど、そんなに気になるほどではないかなと思うんですよね。はい、よく見るとね、結構これブレてますよね。ブレてるんですけど、まあまあ回ってしまえばそんなに気にならんかなという感じですね。はい、で、ちょっと おまけというか、前にですね、同じくパッシブ式で作ったものが今ちょうど手元にあったので出してきました。はい、これコルセアですね、タミヤのコルセアです。72分の1ですね。これも回ります。これもですね、回りますね。これもこんな感じで回ります。回ってますね。はい、こんな感じで、これもですね、一緒です。これも一緒ですね。
これもこんな感じで真鍮線とこっち側に真鍮パイプが仕込んであるだけ、お手軽な感じになってます。はい、こっちは軸かなり長く取ってあるんで、あんまりブレてないですよね。あっちはやっぱりキットのままやっちゃったんで、若干前後方向にやっぱりちょっと短いんで、長さが短いんで前後方向にちょっとね回転させるとちょっと動いちゃうんです。はい、以上ですね、お手軽にできるプロペラ回転法でございました。もしよろしければお試しください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回。